主には電子カルテシステムとその周辺ソリューションの企画から販売推進を担当しています。私は縁に感謝するというのを心の真ん中に置いて活動しています。今までさまざまな人と出会い、さまざまな刺激を受けて信頼関係を築いてきたかなというふうに思ってます。今まで出会った人がいなければ今の自分がいないと思ってますし、私が従事している電子カルテシステムがつなげてくれた縁に感謝して縁を大切にしています。今も昔も電子カルテシステムを中心に仕事をしていますが、私が入社した頃は電子カルテシステムがあまりまだ導入をしておらず、病院の業務に合わせた電子カルテシステムを作るというのが当たり前でした。電子カルテを普及させるのにどういったことを医療機関の方が望んでいるのかというのを考えた結果、電子カルテだけではなくて、維持会計システムですとか、あとは部門システム、そしてネットワーク、そういったものすべてオールインワンでご用意をして、業務をシステムにある程度合わせていただくことを、ご提案した、ワンストップソリューションといったものを、市場に投入をさせていただきました。多くのお客様からさまざまなご意見をいただきながらも、製品を受け入れてもらえたといったところは、富士通としても自信になりましたし、私としても社会人生の最初の方にこういった体験ができたことというのは、非常に重要なポイントであったかなというふうに思っています。やっぱり提案してお客さんから例えばありがとうって言われるのがやっぱり一番嬉しかったんじゃないかなと今でも思ってるし、お客さんにそれが役に立てたことなんだろうなっていう評価だと思うので、やっぱありがとうって言われることが一番嬉しいなと思ってます。標準型電子カルテの整備、そして情報共有プラットフォームの整備など今までにないスピードで、医療 DX が進んでいくんじゃないかなというふうに予測されています。医療 DX を進める上でも、非常に重要な一つのファクターはやっぱり医療機関の電子化であるというふうに考えています。これから維持システムのみをお使いいただいている、多数のお客様に電子カルテを、検討いただく機会といったものが出てくるのではないかなというふうに想定しています。私たち富士通は今までいろんな病院さんに、導入をさせていただきまして、お使いいただいたからこそ、導入のノウハウをご提供できる準備があります。お任せいただければなと思っています。